千今回その100周年記念というすごく記念すべき作品に出られるっていうことですごく嬉しい反面緊張もしましまた、えー、私は初めてその大阪松竹座に立つのでまあそこもワクワクしていますしこの「夜曲のクターンというすごい歴史ある作品に携われるというのでそこもすごく楽しみです。 千代姫は「トラキオの許嫁」という役なんですけども、まあ、それがこうストーリーの中でこう少しずつこう変化とかしていくのを楽しんでいただけたらなと思いますいやほんとにあのまあヘアメイクも衣装もすごくお姫様っぽくしていただいたのでもう気分は「千代姫」になったので。 私が千代姫を演じるっていうのにしっかりと意味を持たせられるように頑張りたいいなと思います大阪で1ヶ月公演というのがまあ,あの東京での舞台はたくさんあったんですけどもそういう経験は初めてなのでそこもすごく楽しみですしあの共演者の皆さんともこうすごく濃い時間を過ごせるんじゃないかなと思うのでそこも楽しみです。 えー、私もすごくこの舞台は楽しみにしていますし来てくださる皆さんにもこう見応えある作品だったなと思ってもらえるように精一杯演じますので是非、えー、楽しみにしていてください。